これから2016から20年度、青山学院大学社会情報学部社会統計第11回多重分割表分析の論理 3, 3つ目の動画配信を始めたいと思います。テキスト、ボンシテッドと納期の社会統計学の第10章の内容を学習しています。第10章の内容を3つに分けて 解説をしていまして、これがその最後の動画となります。10.3節変相関係数ですね。で前回、一次の表、x と y の Z の影響を考えない、考えないというと変ですかね、Z の影響が入ったまま、それを分離しない、Z を無視した X と Y の関係の表ですね、まあ、我々が普通に作ってきた2変数の間の連関を示すクロス集計表、分割表ですけれども、これを0時の表と呼んでいまして、それで Z の、第3の変数 Z のカテゴリーごとに、X と Y の 表を作ったものが一時、ね、の表というように呼んだわけです。それで、この一時の表で見られる二変数間の相関係数、まあ、ここでは質的変数で 2×2 の場合をやってますから、ファイ係数になるわけですけども、そのファイ係数ですね、この相関係数のことを条件付き相関係数というように呼んでいましたで。条件付き相関係数ですから、Z のカテゴリー1の Z1 についての相関と Z2 についての X と Y の相関という,うに2つですねこの場合2つ相関係数が出てくるわけですでそれで我々がこういった検討してたのは単純に X と Y の2変数の相関係数相関を検討するというときにはそこに Z が入り込んでるわけですねでその Z を切り離してみないことには X と Y の実質の関係っていうのはよくわからない さらに z を入った状態でのですねその z ということも視野に入れた上での3つの変数の間の関係ということを考えたいそれによって x と i っていうものがの間のですね結びつきっていうのをより深く理解したいということをしていたわけですねそれで、えー、と条件付き相関係数っていう時には2つの数値2つ条件付き相関係数が2つ出てくるんですけども や,やりたいことから考えるとですね、その Z の影響っていうことを統制したら、コントロールしたら、X と Y の関係はどういったどういった強さがあるんだろうということをまあ知りたいですね。 でそうなると、Z のカテゴリーごとに計算される数値ではなくて、えー、それは何かの形で合算したものですね。Z の影響部分を一定にすると、つまりそれが入り込まないようにすると、X と Y の間の実質的な関係の強さっていうのはこれだけですよといったものが欲しいなと思うわけです。 それが変相関係数というものでしてこれはですね X と Y それぞれから z と関連した部分っていうのを除去した時の X と y の相関なんですね。Z っていと,ていというのでその z が x に関係している部分と y に関係している部分っていうことを切り離せばそうすると実質的な X と y の間の関係っていうのが見えるだろうということですね。 これが x と y の、この x と y の相関のことを x と y の間の z を統制したときのですね、変相関係数というように呼ぶわけです。第3の変数を統制したときの興味ある2変数間の相関係数ということで、定義の式、まず、天下り式に書いてしまいますと、こんな風になります。 x と y の相関っていうのが分子の一番最初のところに出てきてますね。で、ここから、その x と y がそれぞれ、えー、と z とどういう関係にあるかというです、ね、相関係数。rxz と ryz の積を引き算する。これが分子の部分。で、分母の部分は、この xz と yz っていうもののです、ね、2乗を1から引くというんですね。で、これのルート、を掛け算になっています。 えっとまあ、こんな式になるんですけれどもこれがですね z を統制した時の x と y の変相関係数なんですね。もともとは再変数とも連続変数の場合に定義された式なんですがこれを離散変数間の相関にも適用します。 でこ,んな式この式の形ってなかなかこう難しいというか、まあ、もちろんあの数学的に導出されているわけですが、そこの話をするのはあの少し数理的にです、ね、難しいところがありますので、えー、と今回はですね、この相関係数がどのように出来上がっているかというところから出発して、でそれがこうある種のですねいろんなこう関係の輪になっているので、そこから、えー、とまあちょっとこうなんていうんですかね、 いい加減とは言わないですけれどもちょっと大雑把な感じの式の観察をしてですねこの式この Rxyz って書いたです、ね、変相関係数についての理解をちょっと深めてみたいと思います。 第3の変数のことを考えずに x と y の単純に相関を計算をするっていうのこれまで我々やってきたわけでこれを相関係数 xy っていうのをこう括弧にくくって表しておきますでこれがどんなものからできてるかっていうとですねまあいろんなものの和からある種のですねあの純粋に数学でいう足し算ではなくてまあ,ある種の和になってるという意味でえ 1っていうのはですね、これ Z のカテゴリーが1ですね。Z のカテゴリーが1の時の X と Y の関係、相関と、カテゴリー2の時の X と Y の相関、それから Z ですね、Z との関係の掛け算、X と Z、X と Y と Z っていう相関の掛け算、これらの和からできてる。ある種の、ですから本当にあの数学のプラスじゃないんですけども、ある種の和からできてるんですね。でそして、 我々がその一次の表について、それぞれ Z のカテゴリーごとに計算した条件付きの相関係数ってのがあったんですが、それをですね、ある種の和を取ってやると、これが変相関係数になるんですね。単純に足し算をするわけじゃないですけども、ある種の合算をしてやると、これが変相関係数になるという、こういった形になっています。変相関。 ちょっと変数感というふうに見ると、x と y の相関係数というのは、その z を統制したときの相関係数と、それから xz と yz という2つの相関の掛け算、これを足したもの、おまあ、ある種の和を取ったものということになります。 でこれをですね、まるで、今、数学での足し算じゃないと言ったんですけれども、ここをですね、思い切って普通の数学の式のように変形をしてしまいます。そうすると、こういう式が得られるんですね。この変装下のところはまとめて、Z をコントロールしたときの X と Y というふうに書いておきますけれども、そうすると、 この z をコントロールしたときの x と y の相関っていうのは xy の相関から x と z の相関と y と z の相関の掛け算を引いたものという形になりますね。で、これよく見ると、これ変相関の定義の式のですね、分子の部分になってますね。ま分母の部分無分子すると確かにこの形になっているということがわかるかと思います。 その次、さらにちょっと理解を深めていきましょうね。X と Z の相関、および Y と Z の相関、この両方がゼロじゃないときに初めて疑似関係あるいは媒介関係によるエラボレーションができるという話をしましたね。これ、どっかで切れてしまっていては、でも X と Z、あるいは Y と Z のどちらかがゼロになっているとですね、まあ、例えば Z がこう媒介関係であるというふうに分析しようとして、そこでどっちかがゼロになって,なってしまっては、因果の 因果の鎖が切れちゃいますよね、えー、ということで、えー、と両方とも0じゃないときに初めて疑似関係あるいは倍角関係によるエラボレーションができるわけですでそしてそのときにです、ね、変相関の値っていうのは0時の表での単純相関よりも小さな値になるこれも先ほどの式と同じですけれどもこれを見ると xy のところから xz と yz の こう足し算をですね。まあ引き算しますので、えっ、ー、と小さくなるということですね。 変相関係数の値は0時のところよりも小さくなる。ただ、えっ、ー、と、これちょっと注意しなきゃいけないのは、その xz と yz っていうところですね、これのあの、正の符号、負の符号っていうのはありますから、それによっては大きくなるってことが <laughs> まあ起きるわけですけれども、えっ、ー、と、xz と yz の符号が同じであればですね、あのここが同じであれば、まあ、引き算をすることになりますので、まあ、ち小さなというか、えっ、ー、と、 XY よりは小さいい値になってくるということですねここもだから正と負によって小さいっていうのが変わってくるわけですけども xy が正の相関だということにするとそうすると x と y が正の相関で xz と yz もそれぞれ正の相関とするとこの関係は小さくなるということですよね。 もともとあ,ある種の足し算というふうに考えてきてやってますので、えー、とちょっとこの辺ややこしいというか、えー、普通の足し算引き算と違うところがあってややこしいんですけども、ここはちょっと最も単純にですね、全部正の場合を少し考えてみてもらうと、えー、まあ確かにこんな式になってくるとですね、変相関の値っていうのが0時の表の単純相関よりも小さな値になるのかなっていうのが見て取れるかと思います。それから、 xz と zy のいずれかが0だと、そうするとですね、変相間の値っていうのは0時の表での単純相関と近い値になるんですね。えー 実際にこの簡略化したというか、まあ、ある種の成り立っている式のところをちょっと考えてみますと、xz か yz ですね、どちらかが0になりますと、xy の相関というのが、z を統制したときの xy の変相関というのと、イコールになるわけですよね、この形だと。で実際に あの正確な定義式のところでも見てみますと、xz か yz のところの相関が0になりますと、rxy だけが分子に残るわけですよね。rxy のところだけが分子に残りまして、下の分母によるんですけれども、えー、っと、この Rxz の2乗っていうところがですね、まあ、それほど大きくなければ、それほど大きくなければ分母が1に近づく、割と近い値になって,なっていますので、そうすると、この変相関とです、ね、単純相関とがだいたい近いということになります。さて、こちらは、この、ある意味成り立っている式っていうのが、 ででわかるこことがですねこの正確な定義式の方でもぴったり成り立つんですけれども並鎖感が0の場合には x と y の相関っていうのは xz と yz の積になります。 x と z の相関、y と z の相関の積になるんですね。えー、と変相関0というふうに置いてやりますと、これ x, y の相関っていうのが x, z と y, z のですね、それぞれの2つの相関係数の掛け算になっていますよね。それで定義式の方で見ても、えっ、ー、と、これで変相関のところを0というふうに置きますと、これは分子が0ということを意味しますので、x と y の相関っていうのは x, z と y, z っていうですね、こう2つの相関係数の掛け算になると。 でこれが変相関係数が0っていうのは、前回の第2回、2つ目の動画配信で言った話ですと、一時の表を使ってみるとですね、一時の表を作ってみると、X と Y の、 関係が消滅してしてまっもともと、ね、X と Y の間に相関があったのに、えー、っと Z のカテゴリーごとの表を作ってみるとです、ね、そうするとその関係が消えてしまいましたという時にこの時に第3の変数が完全に X と Y の間の関係を説明するということを言いましたよね,でねそうするとこの最後の式からも分かるんですけど X と Y の相関っていうのは X と Z それから Y と Z っていう相関によって完全に説明されているということになります だから、z と x の関係、z と y の関係でもって、x、y の関係は完全に説明がついているということですね。はい、でこれはあの上が、上側で見た、この模擬的な式というか、まあ、ある種の足した引き算、イコールでの式っていうのが、まあ、下の正確な定義式で見ても成り立っているということが分かりますね。 さてその次、交互作用のことなんですけどもテキストの294ページではですね、交互作用効果がない場合に変相関係数を計算できると書いてあるんですが、まあ、実際には計算するだけでしたら交互作用効果の有無にかかわらず変相関の計算はできますね定義式にあるですね、3つの相関係数が計算できればそれでいいわけですのでそれはあの交互作用がある,あるかないかに関係なく変相関係数は計算できます。 でただですね、交互作用があるときっていうのは並相関係数を計算することにあんまり意味がないんですね。えー、と交互作用がないときのことを考えてみますと交互作用がないときっていうのはあの前回の講義でも見ていったようにですね2つの条件付き相関係数っていうのは割と似た値になるんですよね。 いくつかのありうるシナリオを見ていったと思うんですけども、交互作用がないときには2つの条件付き相関係数っていうのは、この2つは似てるい値になることが多いんですが。ということはですね、この模擬的な式で言いますと、Z1 の、カテゴリー Z1 のときの XY の関係、カテゴリー Z2 のときの XY の関係っていうのはまあ比較的に似てるので、これらは合わせて考えるという形になっているということですね。これが変装関 でそうじゃないときっていうのは、うん、Z1 のときの XY の関係と Z2 のときの XY の関係っていうのはかなり違ってますので、交互作用があるときにはね、違ってるので、その異質,異質というか、違ったものを合わせて、一、えー、つになものに見せちゃうっていうのは、関係を分かりにくくしてしまいますよね。えー、ですので、交互作用があるときには、あんまり変相関係数を計算することに意味がないということになります。 交差用があると、X と Y の変相関係数っていうのは、単純相関と割と近い値になることが多いんですね。0時の表での相関係数と近い値になることが多くて、実際、えー、と、これまで見てきた、前回まで、2つ目の講義配信までで見てきた例で言いますと、こう、家族の進行深さと混然成功の例がありましたね。で、その時に単純相関がマイナス0.26なんですが、変相関マイナス0.27でもほとんど同じですね。 でそうすると、これ前回も言った注意なんですけども変装関係数だけを見ているとその z がですね xy に何も関与してない場合っていうのとですね区別できないですよねえっ、ー、と z が無関係の場合 xy の関係に z が何もこう関与してない時っていうのは変装関係数っていうのは単純相関とほぼ同じ値になるわけですけれどもこれの場合と区別がつかないんでだからこそ 一時の表っていうのをですね、きっちり作りましょうということをまあ言ったわけです。30クロス表をですね、検討するべきだということですね。相関、あのたこの単純に相関を見てるだけではなくて、えー、30クロス表を必ず作ってですね、検討をしようということですね。条件付き相関も検討してみるのがまあいい。そうしないと、交互作用っていうのはなかなか見,て見えてこないというわけですね。 えとテキスト10.3.1は例が上がっていますが、これは変装感を計算するという例ですね。外に飲みに行った経験と根前成功への態度とのクロス表というやつで、これ実際の調査データからだそうですね。1983年の、G えー、General s o c i a s GSS 調査からのデ,ータのデータから取ってきた分析ということです。 飲みに行った経験と混ぜん成功の間の相関をファイケース計算してみるとマイナス0.371だっていうんですねえー、っと飲みに行った経験があるとないそれから混ぜん成功が悪いと思う悪くないと思うというまあそういった2分に 2×2 の表にしていますえー、っとそうすると これは悪いですか悪くないですかっていうところですが飲みに行った経験のない人だとまあそれは良くないことだって言ってるのがまあ半数ぐらいいるんですけども飲みに行った経験がある人たちだとそれは良くないことだっていう割合はガクッと減って19.3%まで減ってるんですねファイケースで。はい、係数でマイナス0.371ということになります家庭外で飲酒した経験があるものは そうでないものに比べ、混前成功は悪くないというように考えるというわけですね。で、これの時に、さて、この2つの変数の関係にこう食い込んでいる、第3の変数として何かあるだろうかって考えると、まあ多分簡単に思いつくのは性別だと思うんですね。これ、男性と女性によってこの関係違うんじゃないか、ね、女性は家庭外での飲酒と混前成功の両方にあんまり寛容ではないんじゃないかと。 いうことですね、そうするとこう性別ってものを共通原因とする疑似相関っていうのも疑うっていうのが、まあ、一つのこの関係の時のですねこうもしかしたらこんなことが起きてるんじゃないかっていう時の、まあ、仮説の一つとしてありうると思うんですねで。性別っていうのが共通原因になっていて、まあ、女性の場合に 女性か男性かというときに女性の場合に家庭での飲酒と婚前成功の両方にあまり関与ではないということになる男性に比べてですね関与ではないということになるということでこれら両方に相関を持つ変数として変数 Z というものが考えられます。 そうすると、まあ、例えばですね、性別と婚前成功の態度とのクロス集計表にとってみると、まあ、ファイケースで0.128ということで、まあ、悪いと言っている割合は女性の方があの確かにちょっと高そうというのが見えますね。えー、っと男性は30%が悪いというんですが、女性はちょっとそれより10%ぐらい高いですよね。それから、性別と外に飲むに行った経験っていうので見ると、 外に飲みに行った経験があるのはやっぱり男性の方が多くて女性の方が少し少ないということですね。y ケースでマイナス0.190ということで性別っていうのがこの x にも y にもどうも関係しているっていうことが分かりますのでこれを第3の変数としてですね統制して関係を検討する方がまあ良さそうだですね。 えなんですけども、まあ、やってみますとですね、閉、ま、奏、あ、感だけ見ててもいけないんですが、閉奏感について言えば、これは単純相関とはあんまり変わってないんですね。あのその差はごくわずかでして、えー、とこの性別ということを持ち出して、X と Y の間の関係をですね、あのエラボレートしようと、エラボレーションしてようとしても、 まあちょっとあまりうまくいかなかったですね。えっ、ー、と、ほとんど変わりませんので、えー、第三の変数 Z の影響を除去をしてやっても、X と Y の間は、まあ、ほとんど変わってないわけです。まあ今、あのうまくいかないという,うに言いましたけども、これ、まあ、必ずしも悪いわけではなくて、えっ、ー、と、まあ性別が関係ないんだということをですね、もし主張したいんで、えー、あれば、まあ、それはあのこれでいい結果ですので、まあ、Z っていうのの影響を考える 考えて、Z、込みのちょっと複雑な関係を考えてたんですけども、まあ、そういうふうにはなってなかったということですね。疑似相関を疑ってみたんだけど、まあ、そうなってなかったということですね。 で今これ変相関係数を使ってのですね、関係の検討の例だったので、30クロス表の構成やってないんですけれども、もちろん実際の分析では、交互作用を発見するためにですね、30クロス表っていうのは構成するべきです。やってみるべきですね。男性の場合のその X と Y の関係,し関係の表と、女性の場合の これによって元の XY の関係がどのように変化するかを観察するということですねあるいは交互作用の場合には男性の場合と女性の場合で,です、ね、その XY の関係のパターンが違うということになるわけですね。 この変相関係数は普通の相関係数と同じように優位性検定ができます。まああまり今回はそれほど深く深入りしないでおいて優位、まあ、性検定が相関係数と同様にできますよという話だけをしておきます。相関係数の場合、募集団での相関係数が0という義務仮説に対して検定することが一般的ですが、変相関の場合もそうですね。募集団では変相関は0という義務仮説の検定を行います。でまあ、普通は 両側検定のことの方が多くて、母集団での変数関係数は0でないという対立仮説に対して検定を行いますが、えー、とテキストは片側の対立仮説で例を挙げてますね。で検定統計量は、F または T、e、になります。これはの T を2乗すると F になるという関係になってますね。えー、F で分子の自由度が1、e、というふうになってますので、えー、とこういう時には、 この t の, t の2乗ですね、t の n-3 という重度の、この,この t 統計の2乗が f の1の n-3 という重度の組み合わせになります。まあ、でもここはあまり深,深入りしないで、えーまあ、相関係数と同じようにですね、えー、と優位性の検定が、母集団では0という帰無仮説の検定ができますよということにとどめておきたいと思います。はい、えー、以上ですね、えー、これでクロス集計 計表ということの知識をもとにですね、第3の変数 z を込みにしてのよりこう深い分析ということを学習してきました。でやはりこう教訓はですね、泥臭いんですけれども,も必ずこう一時の表ですねを作って条件付き相関を検討するということですね。これが重要なポイントということになります。 はいえー、とそれではこれで第11回の講義配信のモンステッド直機の社会統計学第10章の解説講義を終了いたします。